68ピース。めちゃくちゃ難しそうなんだけど、これ続けそう。こういうの買った方がいいとか言う大人になっちゃいけない。どうだ。ファッションヌーシリーズの第2弾ということです。前回見てくださった方は分かると思うんですけども、すごい今回からすごいちゃんと綺麗に素敵な編集が入ってるんですけども、その美女年下ディレクターさんとこの間話した時に、私がすごい癒しが欲しいんだよねみたいな話をすごいしたんですよ。そしたら、あのお酒以外にじゃあ私がなんか提案して しますねって言ってくれて、なんかすごい何かが送られてきたんですよね。こんなの自分で組み立てようってことらしい。いやすごい。私本当図工とかね、5段階中2ぐらいしか取れなかったんで、やってみよう。とりあえず開けてみます。木のパズル DIY ってか、これ開けんのもずっと。レーザーカット済みの板パーツを簡単組み立て、接着剤はいりませんだって。すごい。私でも象は好きだよ。あ、レベル52なんですけど、もうこれ自身で私マジでくじけそうです。見てください、このパーツの重さ。頑張ってください。なんでちょっと、これ一緒にやってよ。本当に無理。パーツがすごいいっぱいあって、あー、うわ、めっちゃ難しそうでもないわ。あ、そうでもないわ。外したパーツをこの説明書通りに組み立てるっぽい。マジか。A8A4。 なんかこれあれですね、引っ越しの時の組み立て作業の孤独なやつも全部すごい。孤独ってよくないね。これ楽しみに多分やってる。そういうとこか。なんかすごいな、こういうのに、こういうのに情熱をかけたい。あ、でもなんか象っぽくなった。ちょっと早いですね。早くないですよ、まだ 4% です。あ、しかも1個ずれてる。こっちだ。この3枚であれだな、象の立体感を出しているわけですね。勉強になります。はい、次いきます。作業の意味合い見出したい。でもできてきたらきっともうちょい楽しそう。あ、でもなんかちょっと楽しくなってきた。やっぱ最初に見る時が一番くじけますね、これ。なんかつまずいてます、ディレクターさん。私これ全然入れる場所わからん。A の水。あった。待って、次で一番完成しそう。象の胴体ができた。ほい。よし。まだちょっとホルモンみたいです。A の6と D の24。あ、次耳ですよ、多分。あ、やば、これ新たな工程入ってきた。なんかトゲがあって入らないから、その場合ヤスリで擦れって書いてあって、パーツを調整自分でさせられてる。させられてる。なるほど、だからヤスリ入ってたんだ。削るの大前提なんだ、このパーツ。紙やすりの工程結構しんどい。うわ、詰め取るのめっちゃ大変。広げよう。え、広がんないかな。
けてきました。今どこら辺ですか？もう2の1です。サーコーテやったら2の2番の1個目でもマジでくじけてます。これどうして、私は一体どうしたらいいの状態になっている。これもうとりあえず一旦これで OK にします。こここれじゃないと進まないからね。見ていただきちゃうから進めよう。はい、次ですよ。これで失敗したらヤスリが悪い。あ、よし、これで OK。 はい、意外とこれでいいのかもしれない。よし、次行こう。 A5 A5 と B25 B の25。めっちゃ斜めじゃん、君。大丈夫？やばい。やばい、取り返しがつかないかもしれない。あ、いけた。もうこれは入れるしかない。いい入れるしかない。もうこれは外さない。一生このままだ。よし。あ、なんかちょっと立体感出ました。でもここに耳がつかないんですよね。さっきからもうこれちょっと耳なし系、耳なしゾウさんになっちゃった。いやー、入んねー。これ、サイドからはめ込むか。こういうとこ後から気になるんですよね、私。左右の高さが合ってないなみたいな。なんか違う。1個ずれてる気する。これゾウのセンターからもしかしたらずれてたかもしれない説あるかもしれない。ちょっともう気になってきちゃった。こういうとこですよね、雑になりきれない。あ、でもこれ外したらもう折れるかもしれない。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。さすがに木とか噛み合わせるとか触ったんで保湿に励みたいと思います。あ、疲れた。いや、すごい癒されたと思います。ディレクターいいチョイスだったと思います。お疲れ様でした。はい、以上です。ちょっと次回もうちょっと本気で頑張りたいと思います。今日も十分本気で頑張ったんですけども、ちょっと分かったんで健康と対策が一緒にやってもらおうかな。次回はここちゃんも頑張りました。本当ですか？多分私そう応援します。ここで1年以上作れるまで僕らは付き合います。はい、頑張ります。じゃあまた次回。